はい、皆さんこんにちは、ナッツでございます。チャレダンやらね、場面多いやつやら、いろいろやってて遅れてしまいました。本日竹見中田降臨が来てるんですけど、このダンジョンでなんと、潜在覚醒玉田のね HP が出るらしいので、今回はそいつを出るまで周回してみたいと思います。久しぶりにねこのシリーズが始まってしまった。明日は多分この順番でいくと攻撃の潜在覚醒なんで、もっと回る必要があるんですけど、まあ、今日はとりあえず潜在覚醒玉ドラがどれぐらいで出るのかっていう検証も兼ねていってみたいと思います。潜在、HP はそんなに僕欲しくないので。やっべ、今までバハムトだったんだまずいまずい。パーティーをね、木がないんで何にしようか迷ってるんですけど、どうしましょう。ゴンさんにソウソウとか入れるっていうのもだから面白そうですよね。ゴンさんにチキソウソウをね、チキチキソウソウ、ゴンさんにソウソウ、ライダー、いや強いのかなこれ。何がいいんだろう。ヒパとかで回るのがいいのかな。みんなどんなパーティーでやってんだろう。火か水か、火か水か光ですよね。で、相性的にはやはり火か水がいいかな。いや光でもいいんだけど、水だとあれなんですよね、あいつがめんどくさいんだわ。誰でしたっけ、神竜が耐えちゃうとめんどくさいんで、芝で行こうかな。コンボもできるんで芝で行きます。ちょっと周回だるいかもしれないけど、ちょっとね火はちょっと不安なので、芝で行きます。ウルト、なんか構造をちゃんと僕考えたいですね。ウルトに何入れてたかな。あ、結構ね、火のモンスターレベルマー覚醒させたんで、結構星マークがついてるかと思います。何入れたっけ。ウルドにあいつは覚えてるんですよ。そうそう、隠れ地は覚えてるんですけど、あと一体何入れたかな。ヒバルとかでいいか。硬いやつもいないし、ヒバルでいきましょう。じゃあ、ヒバルヒバルヒバル、うん、なんか見た目もいいよ。見た目がいいっていうか、この並びがいいよね。で、そうそうとカグルシで、さらにこいつらが左向きなんで、また相性がいいということです。カグルシが結構ね、アイコンがね、顔だけでね見落としがちなんですよね。さあやっていきましょう。竹見中田降臨、潜在覚醒玉ドラが出るまで周回でございます。どんなもんなんでしょうね。確率は結構3体目とか言ってる人もツイッターにいたので、意外と出るんではないかとね思います。悪魔の覚醒どうしたらいいんだ。悪魔の攻撃力だとソニア来るし、悪魔の HP だと、あ、OK か。はい、まあスキルは1でもいいです。いきましょう。電光石火ね。まあ、こんながっちりコンボは組まなくてもいいと思うんですけどね。落ち込みもあるし、でチャレランとかいっぱいやったから盤面がすごく大きく見えるっていう現象がね勃発しております。コメント欄でもたくさん寄せられてました。ちょうどみんながインディゴ終わってチャレランとかやり始めてる頃に、僕がインディゴじゃねえや、ゴンさんでの星獣たちの楽園をアップしたのですげえでかく見えるってコメントが多かったですね。僕も今実際でかく見えます。結構変わるもんですもんね、あれ。オッケー。さ、3回は神竜ですね。まあ相手がどれぐらいの火力で沈むかもちょっと検証しておきたいので、とりあえず 2way 入れて、火の 2way 1コンボでどれぐらい減るのかっていう実験を兼ねてやっていきます。多分ワンパンする気がするな。そう、確率とか早々にも潜在の攻撃はつけておきたいので、まあプラスまでとは言わずね、だから明日のそのおそらく来るであろう攻撃の玉ドラをぜひともいっぱい獲得したい。で、あのでかい盤面で暗闇何回も受けたんで、これぐらいの暗闇全然覚えれますねとか言って左で 2way 組めてないんですけどいや、あれのなんか芝の暗闇と絶煙幕を何回受けたことか、あれ無理ですもん。窓拭きも辛いですもん。さあボスまで来ちゃった。短いな、ダンジョン。そうそうで行こう。そうそうで今日はいいや、倒せる気がする。よし、 OK かな。さあまずは一周
とりあえず安定はしそうなんで良かったですね。逆に安定しなかったら問題ありなんですけど。よし、ということで、まあこんな感じで、早送りはこの動画基本的にね、長引きまくらない限りはしません。宝玉、一日一宝玉的なシリーズでやっていきたいと思ってますんで、基本的には、まあ、出るまでダラダラ喋り続けるという動画になりますんで、ゲリラの暇つぶしとか、あとは寝たい時とかね、なんか僕の動画は寝落ちの時によく見られたらしいんで、そんなに動画がつまんないんですかねってね。ツッコミはしたくなるんですけど、謎の睡眠作用があるそうです、まあ、なんでそれでもいいですし、なんか暇つぶし程度にね、この動画をだからじっくり見る必要はないです。なんか何かをしながらっていう感じですね、このシリーズは、まあ、そんな感じで暇つぶしになれば幸いでございます。さあ何の話をしようかな、洗剤玉ドラの話でもしましょうかね。じゃあ洗剤玉ドラね、なんか未だに指とかのなんかよく分かってないんだよね、僕。指結局 0.05 秒なのかな。なんで、やっぱ体勢がね、強いんではないかと、結局のところ、いう、今、そんな感じですかね、修正が来ない限りは。特に自動回復なんてひどすぎるんで。まあね、自動回復いっぱいね、回復しちゃっても多分、バランスが難しいと思うんで、まあ今ので妥当でもないと思うんですけど、まあ、運営側もね、ちょっと調整がしにくいんだと思うんですけどね。だから耐性が出るそのコインダンジョンのウルズですか、 5×4 っていうちょっともう想像もしたくない盤面ですけど、あれ実際チャレダンやってみてこれ無理じゃねって思いますもんね。あんなんでヘラウルズ勝てるのみたいな思いましたんで、僕もね何のパーティーで行こうかねすごい迷ってますんで、皆さんぜひ、このパーティーで挑みますって決まってたら教えてください。ちなみに僕は、まあ、水で行くかなって予定なんですけど、もし猫湯で間に合いそうなら、ヌトシステム、ゴテンクスシステムですね。ヌトのサブにゴテンクス詰め込むっていう、パーティーでいけるんじゃないのかなと思ってますけど、どうですかね。まあ、2way は毎回組めるし、あれがなんだかんだ一番安定なんではないかと思うんですけど、まあ、問題はやっぱフォーミュラーとかだよね。あの辺に火力が足りるかっていうのがちょっと問題だよね。だから、ウルズも1回でも耐えちゃったらね、ミスバインドとかしてくるし、あともなんだ、イフリートとかか、イフリートも殴り合わないといけないしね、そのゴテンクスシステムがどれぐらいの火力出るかとかね、まずゴテンクスの侵入がいるのかとか、いろいろ問題もあるんで、ウルズね、難しそうですよ、周回。危なかったね、今。色消えてなかったら死んどったで。なんか、ないっすかね、いいパーティー。アンドロメダとかね、その列の分の1個減るんですよ。5×4 なんで、5個で列が組めるんで、アンドロメダとかでもいいと思うんですけど、まあ2列とか組むのはなかなか難しそうだしね、そもそもあの盤面で5色じゃないや、5色プラス回復が降ってくるとなると、どんだけカオスになるかって、どんだけ欠損率が高いのかっていう問題も出てきますんで、本当に、まずパーティーから試されるところありますね。絶地獄以上じゃないのかなっていうね、果たして、ね、下手すりゃ、思いますね。さあ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 、10周で出てくれよ。結構今日もうチャレダンで叫びまくったから喉が痛いんですよね。お願いしますね。はい、今回も出ずと。あ、でもさすがにね、叫びなかったスキルまではあるんですけど、諦めるオスまではないかな。本当にまずいダンジョンだったら諦めろします。女神とか。女神は本当にまずいと思う。ボスがいらんもん。ボスいらんもん、めっちゃ。ここはまあ、正気邪気っていうね、昔ではね、その、システムを作る上に欠かせないモンスターがおったので、結構重要だったダンジョンなんですけど、まあ今はもうラーでいいからね、ゲリラなんて。なんか赤おでん詰めてポチポチしてりゃいいんで、もう正気さんとジャキさんのね、もうあんだけ高かった株も失われて、立場がぐっと下がってしまいね、どんどんモンスターポイントに変わっていってるんではないでしょうか。さあ、毎回あの人プラスで落ちますね。結構なんかプラスのね、確率が高いダンジョンではあるらしい。なんだろう、降臨にしては泥率が多いっていうか、そのドロップするモンスターが3体ぐらいいるんで、落ちやすいと思うだけなのかな。どうなんだろう、確率はその変わんないと思うんですけど、普通のダンジョンと。なんかね、プラ
ラスいっぱい落ちるっていうね報告を聞いています。降臨ダンジョンでプラス落ちる確率が3倍とかやっても面白そうですよね。ソエルとかなかなか盛り上がりそう。あそこはいっぱい落ちますんでね、盛り上がりそうですね。まあでもポチポチとかで回れない分あまり人気は出ないのかもしれませんね。倒せるかな。2で入ってないけど余裕ですね。さあさあタマちゃん、そろそろ神竜、ここも落ちなくなっちゃったから神竜チャレンジとかできなくなっちゃったのがね悲しいんですよね。結構楽しかったんですけど、だから僕は余ってた神竜とかをすべてねモンスターポイントにしてガッポガポパッと稼がせていただきました。なかなか美味しかった。3000ポイントだもんね神竜で。ウルド使いましょう。ボスは早々で毎回倒せてるんで、ここで回復しながらね。今回もとりあえず出ずということで、確実はやはり宝玉ぐらいあるのかな。どうなんでしょう。イーリアとかはなんか宝玉より出にくい気がするんで、それぐらいの確率だったら結構きついんですよね。頭皮が持たないシリーズになっちゃうんでね、それだけは勘弁してほしいんですけどね。グリザルが確か頭皮が持たないシリーズですよね。だからそれだけは回避したい。いい落ち込んだ、いい落ち込んだ。でもプラス振ってないからそんなに火力は出ないと思うんだよ。カクちゃんがどんなもん、シバノが出るかな。580万か。シバ 2way 2号ある。またプラスかよ。シバ 2way 2号あるから強いですね。 2way 2個に指2個か。そうか、結構強かったんですね。なんかパールぐらいかなと思ったんですけど、 2way 2個持ってて強いなと思うリーダーは。シバさんもそうでしたか。なんかシバ無駄がないよね、覚醒スキルに。その耐性系はほとんどないけど封印があるか。封印があるしか、そうだよな、パール封印がないんだもんな。その辺で差別化はできてるのか。まあでもシバの方が明らかに使いやすいよね。でも最近パールもね面白いと思うんで、まあ良かったんですけど、今まではパール全然使いこなせなくてシバがずるいと思ってましたけど、まあ今はもういいですね。強さだけじゃないですから、パズル&ドラゴンズ面白さとかね、そのなんだろうな、モンスターに対する思いとかそういうとこから、ね、来ますんで。だからもう感情輸入をしてこそねこのゲーム始まりますんで、僕はそう思ってますんで。ゲーム何でもそうですよね、キャラクターとかゲームを好きにならないとやっていけませんので、僕はその気持ちでやっております。はい、さあそろ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 出ないか。結構ねこれベラベラ喋りながらやるのもね辛いんですよ。特にこのよくわからんダンジョンとかね、別に美味しいダンジョンとか面白いダンジョンとかね、例えば難しいダンジョンとかだったらいいんですけど、この竹見中だとかいうまた絶妙なダンジョン、絶妙なネタダンジョンなんで。お、ここもプラスで落ちました。で、あなたは倒すと、あなたは倒されてしまう。Oh my god、シバさんがね指持ってるんで相当長く感じますよね。シバだけだもんね、でも持ってるのは。なんで、でこれもすごい火力出そうですね。さっき580万だったんで、600万目指しましょうか。全然ダメでしたね、さっき相当すごかったんだな。なんだかんだ毎回プラスは落ちてますかね。最初は落ちなかったけど、今んとこはなんか連続でプラスが落ちております。さあこれ5体集めるとなると相当きつそうですよね。まあ結局運ゲーなんですけど、一周で遭遇する人もいれば僕みたいにこうなかなか出ない人もねいるわけで、結局のとこパズドラ運ゲーなんですよね。だからガチャでさ、チュートリアルからずっと金玉しか引いたことない人ね、引いたことない人もさいないことはないんですよきっと。そんな人いたらずるいけど、多分確率的にはありえなくないですよね。で逆に金玉を全く引けてない人も確率的にありえなくはないんですよね。すごいご愁傷様だけどありえなくはないんですよね。やだよな、そんな金玉引いたことありませんって最悪だよね。やめたるわって。
いやもう喉が痛いとコーラが一層うまく感じますな。あーちょ、メニカム起動すんな。はい、そうです。コーラがね、最近じゃねえや、結構前なんですけど、うちの裏にね、自動販売機できて、コーラの自販機だったんですけど、もう嬉しかったね。うちの周りね、とりあえずコンビニが半径2キロ圏内になくて、自販機も500メートルぐらい先なんですよ。これ名古屋市ですかっていうぐらいなんですけど、本当に。だから、もう本当にコーラの自販機奇跡ですかみたいな。しかも家の裏にいいんですかみたいな感じでしたね。皆さん名古屋都会かと思ってますけど、ね、思ってる方いるかもしれませんけど、意外とこんなもんですね。僕が住んでるとこが悪いっていうのもあるんですけど、意外とこんなもんです。はい、一応名古屋市です。で、まあ、もう少ししたらね、引っ越すんですけど、そうするとまた、イオンが近かったりとかね、コンビニが近かったりとか、ね、コンビニがね、見える距離にあるって、もうそれは素晴らしい素晴らしい。コンビニ2キロ圏内になかった人が突然コンビニが見えるところに引っ越しても、革命ですよ、ね。やばいからね、まず。もう考えるだけでワクワクしてきますね。だからコンビニ近い方はもう本当に自分の住んでる場所に感謝してください。僕が言うのもなんですけど、感謝してください、本当に。僕なんてだから、こんな暑い時期にコンビニ行ってちょっとアイスでも買いに行こうかななんて、もう砂漠を歩くみたいなもんですからね。もうすごい勇気がいりますから。ついにプラスが落ちなかった。もうね、雪なんてもう南極歩くみたいなね、冬の日なんて、もう本当にそれぐらい。2キロってなかなかありますからね。だから皆さん本当に、なんだ、そこに住んでくれた親とかに感謝ですよ。親に感謝です。住んでくれた親と、建ててくれた人とかね、マンション作ってくれた人とかにも感謝しましょう。てかコンビニに感謝しましょう。なんだ、僕の何、住んでる場所はなんかで保護されてるのかな。コンビニとか建てちゃいけませんよ、みたいな地区なんですかね。明らかにおかしいんだよ。何もないんだよ、ほんと。建物っていうか、家しかない。家と犬とじじいしかいない。ババアもいるけど。本当にもうそんな。まあ、ガキっていうか、子供もいるんだけど、いても、小学生。僕と同い年の子なんてもう、出会ったらもう、何ですかもう、奇跡、もう、あれですよ、土の子見つけたみたいなぐらいの奇跡。いや、まあ、同級生はいましたけどね。最近会わないだけで、同級生はいるんですけど、その知らない、同い年とかのね、ぐらいの年の人に出会うのはもう、土の子発見ぐらいですよ。それぐらいね、名古屋市ね、闇ですよ。いや、僕の住んでる場所が闇ですよ。はい、まあいいかな。地域の話はこんなもんでいいかな。そう、コーラの自販機出て嬉しかったって、ね。でも、ファンタは売ってないんですよね。それがちょっと残念。あの、リアルゴールドも売ってない。リアルゴールド売ってないね、コカ・コーラしダメで。皆さんはね、飲料の中で一番何が好きですかと言ったら何で答えますかね。僕、リアルゴールドなんですけど、リアルゴールドのね、横に出るね、飲料はない。正直。僕の中では。あれはもう本当革命。あれこそ革命だわ、本当に。リアルゴールド、そう。だから、引っ越して、リアルゴールドってなかなかコンビニに売ってないんですよ。だから引っ越してコーラの自販機近くにあればいいんですけど、リアルゴールド毎日飲みたい、僕は。家から帰る距離にリアルゴールドの自販機が欲しい。ちょっと行けばね、あのコーラの自販機もう一個あるんですけど、リアルゴールドは売ってないんですよ。なぜか。学校のね、自販機には売ってるのくせに、売ってないんですよね。だから学校でさ、そんな買って帰るのも嫌だしさ、炭酸抜けるし、熱くなっちゃうし、アマゾンで箱買いもしたくないしね、そんなにしまっておくスペースもないので、だから近くに欲しいんですよね。まあコンビニが近いだけでもだいぶ夢は広がりますよ。本当に。そう、なんか施設が家の近くにあるみたいな。嬉しい嬉しい。今一番僕の家で近い施設、歯医者ですからね。歯医者はなぜかあるんだな。歯医者があっても何もな、利益はないんだよな。近い嬉しいぐらいで。本当にそれだけですよね。歯医者近くてもなかなかね、それが何、緊急病院とかだったらさ、まだ役立つかもしれんけど、やばいやばい、歯医者行かなきゃって、そんな一刻を争う歯医者の事態なんてないんで、歯医者がこの近くにあってもあんまり嬉しくないですよね。あとはそうだな、何があるかな、なんかその保育園みたいなのがあるんですけどね、まあ、保育園が近くにあってもね、逆にちょっと危ないですよね、子供が。あとは畑がいっぱいあります。もう完全に田舎。完全に田舎だね。こんだけ条件揃うと。歯医者が近くにあって自販機ぐらいしかない。名古屋市。
です。はい。で最近あったことといえば、うちのついに部屋のエアコンがね、水を垂らし始めましたね。結構エアコンって長年使ってるとか長時間使ってると水をボタボタ垂らし始めるんですけど、今その状態ですよね。水がボタボタ状態です。ボタボタではないんだけど、たまにビチャッとか言っても、撮影中にかかったりする。撮影中に声は出してないけど何回かかかってます。チャレ段8ぐらいからね、垂れ始めてきて、何回かね、ビチャビチャ当たってますね。あとそうですね、引っ越したらマンションになるので、僕今一軒家なんですけど、ボロボロ、まあ、外見ボロボロじゃないんだけど、もう、築180年ぐらい、もう、180年経ってないけど、それぐらいやばいんで、内装というか、多分、この家の中、柱とかもね、もう、それぐらいやばい。だから震度 5で崩壊かな、もう。4でもちょっと怪しいぐらいなんで、引っ越すんですけど、まあそれも兼ね。マンションになるんできっとね、飛行機はもっと近くなるかもしれないけど、じわ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 とかなくなると思います。セミはなくなると思う。まあ、セミは最近の悩みだったんですけど、最近始まった悩みだったんですけど、セミは多分なくなるね。あとはなんかマンションで困ることとかあるんですかね。そうかな、あれだな。今はだから実質が2階にあって、そこを多少声を出してもね、なんだろう、そのリビングとかに響かないし、こう普通に撮影ができるんですけど、撮影が厳しくなるっていうのはありますね。それが厳しいかな。なんで、親とかが帰ってくる前に撮影とか、妹が部活行ってる間に撮影とか、結構その撮影する感覚が決まってしまう、決まってしまうっていうか、指定されるって感じかな。選べなくなる、自分が好きな時に撮れなくなっちゃう可能性があるんで、まあ、そこもちょっとね問題かなと思いますけど、まあ、あと2年の辛抱ですよ。僕が今の学校を卒業したらもう自立したいので、自立しちゃえばもういつ取ろうがね、自分の勝手なんで、もうあとは2年の志望ですね。辛抱でございますね。だからあと2年、卒業までに僕はこのチャンネルをどれぐらい大きくできるかっていう目標のためにやっておりますんでね、皆さんもぜひよかったら協力してやってください。おっと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 、おいおいおい、そうだな、あとは最近はちょっとモンハンとかのね、3DS のキャプチャーの実況もね、考えてますんで、まあそちらの方もね、近々手を出していけたらいいかなと思ってますが、まああれ Windows でしか動かないんですよね、確か。あれのね、ちょっとね、仕組みがよくわかんないです、ググっても。なんでちょっとわかる方に教えてほしいんですけどね、まあわかる方というときっと動画関係の人になっちゃうんで、まあ、それもね、あまり僕は、その動画で、動画関係の人がいないんですよね。 YouTube 友達みたいなのがあまりいないので、聞きづらいんですよね。またなんで分かる方ね、ちょっと声かけていただけると嬉しいです。その 3DS をねキャプチャーする方法は、まあなんか業者に頼んで、発注して、でなんかパソコンにつないでみたいなの分かるんですけど、ちょっと細かい段階が分かんないんでね、もし持ってる方いたら教えてやってください。さあ結構回ってんじゃね、結構やったよね、結構やったけど全く出る気配がないよね。もう25分やってますからね。基本的に30分超えたら早送りルートなんですけど、だからあと 2,3 週、いや5週ぐらいできるかな、の間に出てほしいですよね。その初見の反応を取りたいんだよ僕。なんかしてくるのかな、そういえば出てきた時に先生 99% とかやってくるかな。そんな鬼畜ではないか。絶地獄でも出るんだよね。だからきっとこの降臨では少し確率が低めに設定されてるんじゃないかなとね、勝手に思っちゃってますけど、どうなんでしょうね。7周で出たとかいう人もいるから、本当にもうそろそろ出てもいいぐらいなんですけど、まあこのゲームはその7周したからといってその確率が高くなっていくわけでもないですから、ただ単純に数を増やして当たる確率を増やしてるだけなんで、ね、なんか遭遇にもゲリラ的なねタイミングがある気もするんですよ。デビルダッシュをやって分かったんですけど、若干ねそのなんだろう、ズレがあるというかムラがある遭遇に。
なんか出る時と出ない時が非常に極端に分かれてたんですよね。出る時は本当に2週に1体とか出るし、出ない時はもう本当に1時間やっても出なかったりとか、もうすごいムラがありましたね。もう9時間やったからもうだいぶあれ作れますよ、グラフみたいな確率取れますよ、だいぶコインダンジョンで指針が乱入する確率みたいな耐えたし減りそうな勢いで耐えやがったし、喉が痛い、喉が痛い。このコーラも昼にがあったんでね、今撮影時間9時半なんですけど、昼にがあったんでもうだいぶ炭酸が抜けちゃってきてます。夏はこの炭酸飲料をね保つのも難しいですよね。炭酸飲料いかにその炭酸を抜かずに保つかみたいな、部屋が涼しくなかったらまず無理ですからね。だから部屋が涼しくない方はもう、僕も昔はそうだったんですけど、いつかな、去年来たんでこのクーラーが今もついてるんですけど、ちょっとだからゴーって言ってると思うんですけど、これ僕クーラーつけずに去年までやったんで、もうストレスがマッハだったんですよ。暑いからイライラしてさ、負けたりするともうあーみたいな感じになって、モンハンとかもねすごい辛かったんで、ここだけはちょっと勘弁してください。まあ、多分このゲームの音声が入ってればそんな気になることはないと思うんですけど、ゲームがねそのエントランスとかに戻るときとかはたまに目立つかもしれません。さあ、じゃあ次でなかったら早送りでそこで来るか、そう来るか、しかもスキル遅延やってきたね。結構強いんじゃないな、このパーティー HP すごい切りようがって怖いですね。きっと攻防力で60万ぐらいあるんですよ、おそらく。いつもの60万ですね。どうだどうだどうだ、芝のスキルを使いたかったんだけど遅延されちゃったからな。60万出るんじゃないのこれ。あー貫通、多分60万です。わかんない、6万とかかもしれない。新竜フロアを潰したんですね。はい、よかったよかった。なんとか実況中にね、でも反応が全然面白くなかったの。こうじゃあ次でなかったらって言った瞬間に来やがったんで、ちょっと面白い反応は取れなかったですね。おおみたいな、やっと来たみたいなのは取れなかったですけど、まあ声があるうちに取れたんでよかったとしましょう。いや何周したんだろう。あ、そうか、竹見中田の数を数えればわかるか。じゃあこの周回後に判明、まあ、参考程度にね、明日はドラゴンラッシュとかいっぱい回る予定なんで、あとは何だっけ、降臨とかもね回る予定なので、統計は取れると思うんですけど、今回はまあ1体だけなんでそんなに確率にはならないと思うんですけどね。初ゲットでございます。潜在玉ドラ星 HP 強化。はい、こいつらね貯金箱にできるんだよね、きっと多分できますね。こいつらを貯金箱にするっていう贅沢もねなかなか面白そうです。さあ、竹見中田が14かな、1234、待て待て、1234567891011かな、だいたい10周、だいたい10周で出ました。はい、まあいいよ、お気に入り登録しなくて。ということで、ということで、次回以降もね、このタマドラ探しの旅をやっていきたいと思いますんで、宝玉シリーズと一緒に、一緒っていうか、まあ、一緒のような感じでご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。なんで最近こういう統治法になるんだろうな。いつも、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとう、あれ？ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょうだっけ？また次回お会いしましょう。さよならか。また次回お会いしましょう。さよなら。